アレルギーあるから、花粉症がひどくなるこの時期は、皮膚に炎症が起きやすい。化粧必須の仕事じゃないから、普段は、メガネ&マスクして化粧せず仕事してた。そしたら雑談で男性から、化粧ベタですよね？化粧生えしない顔なんですか？と言われ、その言動の非常識さに驚きながら、え、化粧してないんだけど、と答えたら、マジですか？と言いながら、頬に手を添えられて、メガネとマスクの間の見えてる目の下の皮膚を、親指で、2回強めに擦られた。気持ち悪くてドン引きしてたんだけど、触った男性も触れた親指と人差し指を擦りつけながら、うわ、なんかベタベタすると言い上がった。それは、さっき塗ったヒルドイドソフトだよ。周りでその話聞いてた他の男性は、朝顔洗ったのか？と引き気味に聞いてくる。女性たちはいきなり触った男性に、それはないわ、セクハラだわ、とドン引きしてたけど、男性側は、ちょっと触っただけじゃんと、何が悪いのか分かってなかった。正直顔なんて、仲のいい友達にさえ触れられたくないのに。それを、会社の男性から洗ってない手で触られて、不快に思ったら、自意識過剰とかなんなの。セクハラではないかもしれないけど、それ以前に、人としてデリカシーなさすぎてびっくりするわ。